ガビ湖に架か,かる細ヶ谷ほつり橋。対岸は、ミ力ク大道の総本山、天音ミ力クフッツイン首都山風景区、万フッツアンガビ号は、台湾新築圏の里。新代の1834年から1879年にかけて、ガビ号は、台湾府淡水町南京省に帰属していた。古くから、八家人がこの地に入植しており、 1834年から1847年にかけての14年間が入植集団である金庫福が最も活発に活動していた時期であり、北穂からガビ系沿いに下流方向に開発され、中高、ガビ、石井、砂高、赤かつぼ、不況水流東、天土部水等に集落が形成された。これ以外に、 不況地区の素家による開発も同時期に進行し、この時期にガビザとの主要な地区の開発が行われていた。続く1848年から1880年にかけての時期は開発の低迷期であるが、その時期でもガビ系の支流を、佐野のぼり、両校、陰影、石片後、かやつぼなどの集落が開発された。1874年、ボタン社事件により、 解剖の重要性を認識した新朝は、陳シュゲルミ家を台湾に駐在させ解剖の任務に当たらせた。その際陳シュゲルミ家は、台北府の下に、淡水、新築、ギランの三県を設置することを上進している。1875年、新帝は、この上進を受け入れ、1879年により、正式に阿波新聞地を開始し、これにより、ガビ号は、 新築県竹北一歩に属するようになった。この時期は開発が再度推進され、内山地区では小農が栽培されるようになり、またこれまで開発が進んでいなかった富士坪首都山地区も開墾され、ここにカビザとの大部分の開発が完成したことになった。1887年、台湾全土で行政区改革は実施され、新築県は新築。 苗栗に分割されることとなり、1889年より正式に新苗分地が開始された。同時に竹北一歩は竹北上下一歩、竹北上一歩と改変され、ガビ号は台北府新築県だけ残保に帰属した。下関条約の結果、1895年に日本による統治が開始されると、1898年に、 行政区改革が実施され、台北県新築弁務所北保文書に帰属するようになった。その後1九百四年の行政区整理では、北保外に属していた中高省、四分校月眉省に帰属させ、月眉外の総高省、大崎省を草山省に、ガビが帰属していた新築集築東軍ガビ省を、ガビ、中高、石井、不況、赤かつぼ、石片後、 富士坪12両に分割され、この時よりこの地区がガビと称されるようになった。1920年7月、直令第218号により、地間完成が改正され、9月1日より修正が実施されることとなり、新築集築東軍が微章となった。戦後後は、中華民国政府により台湾の行政区の大幅な改変が行われ、ガビ地区は、 新築建築東区ガビ号と改められ、ガビ村、中西村、石井村、石子村、水流村、赤川村、不況村、復興、藤井村の旧村が設けられた。1950年10月、政府は大幅な行政区整理案を発表し、新築県ガビ号が誕生した。その後1978年に、 村人口は200個を下回ってはならないとの規定が出され、石子、富士坪村は合併し七瀬井村に、赤か、復興村は、古行村に、水流、不況村は、不況村にとなり現在に至っている。探偵宮、ありがとうございます。